あれは14年前、大戦末期。私は軍医委託生として太平洋の最前線にいた。それが普通の部隊ならとっくに諦めて撤退してたろう。でもそうはならなかった。私がいたから。次回「文豪ストレイドックス」第46話、蝶を夢む。私が生きてもいい場所なんてあるの？